感じですかね、あとはジェイソン君現在トップたいプレイしてるんですが、えー、何も考えないでプレイしたら自分規定にポンポンボール回せて相手も外せてるのに考えてプレイしたら相手外せないしボールももらえません何でですかずっと不思議に思ってますあの,の容量がそこに取らられてるかですね、うん、であの考えなきゃいけないっていうのはもう反射的に動けないからそうだから考えないでプレイして合理的にプレイできるのが一番いいからそのための練習なんですよね。 ポンポンボール回せて相手も外せてるって思っても後から見たら大していいプレーしてないみたいなのもあると思うんですよ。でそれで考えてプレーしてその前と同じ感覚でやってゴールにも絡めてるみたいな。だからゴールにむちゃくちゃ絡めてとかチャンスも作れてるしピンチも防いでるみたいなのが考えないでプレーしてできてるんだったらそれ天性の才能だからそれでいいと思うんですけど。 本人はうまくプレイできてるつもりでもこれこいつが楽しいだけで全然プレイ全体のプレーは良くなってないなみたいなことあるんであのジェイソン君がそうだっていう意味じゃなくてそのパターンあるんで考えてプレイするんだけどそれは練習として考えてプレイしてるだけで実際本番になったら考えないで、えー、考えてプレイしてるように見えるようなそんなレベルにならなきゃいけないっていう話です。そう反射的的に合理的 に動けるのが理想的で今は考えて動いてるからそうなんかこう乗りも良くないしその合理的でもなくなっちゃってるって感じですね。そうだから認知判断実行ってよくやるんだけどそれは後から見たらそうなってるだけで実際は認知判断はもう反射神経でやれて実行だけがずっと続くみたいなのが一番いいよね。だって なんかなんだろうな面白いこと言える時とかさなんか受ける時とかってさこの状況でこの振りだからこうだっていう時って僕あんまないですよね自然と言ったら受けてたみたいなで逆にこうでこの状況で先輩はこういう振りをくれたからとか思ってるとダメでなんかそういうのがいろんな仕事であるなと思います、ね、だそれこそこのチャンネルって結構サッカーやってない人もさ見に来てくれるけど僕自分がフットサルとかサッカーやる時に思うのは ある程度ディフェンスの時のポジションとかなんかこう味方がボール持ってる時はこうリズメで考えてここでここ立ったらこうだなとか考えるときもあるけど自分ボール持ちますわパスコースないなで目の前にヒュッて味方現れてくれた時にそこになんかこうしっかりインサイドで出すんじゃなくてアウトサイドでチョンって触る感じで出して動き直すともうワンタッチもらえるからその局面打開できたみたいなでそれって別にさポジショナルプレーでこうやって CP の理論でとか考えないじゃんあおばたろ現れたなポンポンみたいなさ なんかそんなんでいけるか,だかそれが理,理にかなってるのがまあイニエスタみたいな状態なんですよイニエスタ何も考えないでプレーしてるって言ってたからねただそうなる、ま、ためにもう行きたくねえ日も頑張って練習行ったみたいな友達にレオさんのこと戦術の話だけしてトゲあるみたいなイメージなこと言ってたんで友達がってことかなちゃんと見ると半分雑談で面白いって説明したんですけど合ってますかあ,ありがたいですねうん あとあの戦術好きじゃないけど必要だから喋ってる人って言っといて実際魂の人っていう行って十何万再生の音楽10年以上やってる人っていう <laughs> だってそういう戦略の話とかいろんな本読むたびに、うん、サッカーだけに特化してとかの方がいいのは分かるけどもうこれはもう本気の趣味だからやらせてもらいますみたいなこれやることによる音楽作ってラップ書いて言葉ずっと向き合うことによってこういうとこ喋る訓練にもなってるからみたいな基本的には魂ですよ だって誰に何言われようと78年間いや俺が正しいからってサッカーのこと喋り続けてオーナーになって監督やってますからねだから部屋でこういう喋ってこういうなんか細い目でこんな感じでさこういうの置いてやってるからここでやってる人もいるけどここですからねあリーダー田中さん明日の授業イベントゲストで出ていただくんでよろしくお願いしますねアジアカップもっと勝ち進んでたらねもっと話せることももしかしたら増えたかもしれないですけどまあ現役の子の話はいろんなね ストライカー論みたいなの聞きたいなと思って、ストライカーをね、育てる活動みたいなのされてるんで、ワ学の選手のためにも聞いていきたいなっていうふうに思いますね。そう。ね、全部は話せないけど、やっぱり、もう戦術いう、てか戦術を選手にやってもらうために心で繋がる必要があるからね。そんなんばっかりですよね、本当に。選手が魂少なくて悲しいなことありますよ。でもそれはもう僕のせいですからね。取ったのも僕だし、指導してるのも僕だし、みたいな。 魂を持てない選手は取らないっていう判断をするようになったのがここ最近というかもうドキュメント始まる前ぐらいからですね。地方のシリーグで週1練習もあって監督もいるようなチーム入ってサイドバックしたけどビルドアップの時サイドクロントいるようにって言われてもじもじしてもうさ前はさ日本僕が本で言ってたりとか授業で言ってたりですけど今日本代表もサイドバック絞り出してんじゃんであのブラジル代表とかもそれやってたりとかもう。 スペインのトップチームとかまだあれだけど、もうどん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 それにサッカー変わってきて、なんだったら日本代表がもうそれやりだしてるから、それすらもうわかんない監督とか、もうほんとやめてほしいよね。やめてほしい。<laughs> いいんだけどそ、うん、どうしても選手の気持ちになっちゃうからな、うん。かわいそうだなって思いますね。勉強しろよって思います皆、ね、さんの頑張っての基準とかってあるんですかあの課題に向き合って能力を伸ばそうとしてるかどうかですね。 それはめちゃくちゃ普段筋トレしてるとかそうじゃなくて、今これを俺は頑張るべきだ。それに対してちゃんとアプローチできてるかどうかっていう。だそれは思考力も含めてですね。バカは優先順位間違うっていう、あの、男子さんの言葉って、それほんとそうだと思ってて、自分の、あの、行動の指針にもしてるんですけど。頑張ってる人っていうのは、今日時間なかったけど、自分は運動量が課題だから、あの、10分でもヒートやって寝ようとか、そういう風に、それだけやって寝ようとか、そういう選手を頑張ってるって僕は判断しますね。 お、翔太お疲れ。翔太今日スーパーゴール決めてましたね。撮影入ってない日に。<laughs> 今日の翔太とオーバーのあのゴールは素晴らしかったですけどねで。ああいうの、あれツイートした方がいいよ、あれ。ツイートかインスタとか動画載せていいと思う。全然そういう、そういうのやってった方がいいんだよ。それが覚悟だからね。今日、前っていう新入団選手がやってて、前のインスタみんな見てほしいですけど、入団プロモみたいな自分で作ってて、あれどうしたのって言ったら、いや、作っちゃいましたみたいな。いや、あれいいねって言って。 でこの間 s ゼロさんとも話したんだけど、やっぱり、いい選手はなんでボールを呼ぶのか、なんで味方にパス出せとか、味方のミス攻めるのか、覚悟の証明だって話してて。自分はこんだけやってんだから、人にも要求するし、人に要求した分自分はやり続けなきゃいけないっていう、まあその螺旋があるわけです。っていうと、SNS でアピールした以上、ダセープレイできねえっていうので頑張る。だから前がそういうかっこいい入団動画作って、あこれでスタメン取れないわけにはいかないからっていうので頑張るでしょ。 で、お礼の圧も強くなるだろうし、翔太も今日のね、動画とか見せて、あ、もう、ハイライトだけいい選手なんですねって言われないように、普段から、まあ、翔太頑張ってもっと頑張るみたいな、そういうのに使うのいいと思います。これでね、何人か見たいって思ってくれた人いるだろうからね、翔太とかオーバーのあのプレイー。そう、だからね、まあ、こういうところで僕もね、でかいこと言いますけど、 やっぱそれだけのことを見せなきゃいけないからね、修級学の授業とか。だって、戦術は世界で一番分かってるわけじゃんっていう話をするじゃん、いつも。<laughs> でも本当にそうだから、で、本当にそうであり続けるためには、思考を求めることは思考であることを凌駕するっていうね、蒼天航論の中のフレーズ。最強だったかなうん。長凌っていう武将があ、関羽にはまだまだ及びませんって言った時、そう。最強を求めることは最強であることを凌駕するからなって曹操が言うセリフがすごい好きで。それと一緒で。 俺もっと強くなれる、もっと強くなれる、もっとすごい人になれるっていうのは気づいたら本当に一番すごくなってるみたいなことですから。そういうね、まあ自分を追い込むのもこういうレッドオーシャンのことをやってる以上は必要ですよね。私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか 多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J d が排ー輩出を目指す僕らとしては、ステップアップも大関係です。概要欄の URL らのご応募お待ちしております。